続きまして3点目のご紹介に行こうと思います。はい、はい、よいしょ。はい、こちら品番が C6296 のツイノ風シャギーニットトップスです。こういうのがまずアリちゃんが着てるのがミント×ベージュ、はいはい、そして手に持ってるベージュ×パープル、はいはい、そしてエクリュー×黒、はい、そしてスミクロ×オフのこちら4色展開となっております。ではお値段いきます。じゃじゃん、2790円。イエーイ。でこちらも今日6時から明日の朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、ではじゃあスミポイントお願いします。はい、まず生地感的にはこのシャギーの毛足の長いのがぴょこぴょこぴょこーっといるそういう感じのかわいい生地になっております。でなんかツイードミックスで編まれているので、うん、もうカラーが本当に色展開がとにかくかわいいですね。本当にそうなので本当におしゃれだしかわいいしで手のところとかもこんな感じで毛足の長いニットを使っている感じになってます、うん、で全体的にはこんな感じでもうこことここと切り替えがあってリブ部分で、うんうん、そこもめっちゃ可愛いですし、丈感的にはこうなんて言ったらいいかな、めちゃくちゃベーシック。そうですね、そうなのでこういう感じでまあインとかよりはちょっと基本的にアウトで合わせてもらうのが一番綺麗にバランスよく着てもらえるかなと思います。でまあこれ自体が結構可愛い系のニットになっているのでデニムとかでもカジュアルな合わせでもありますし、まあ、シンプルなボトムス持ってきてもらったら映える1枚で映えてくれるので、うん、こうでもすごい楽だし主役級ニットかなと思います。思います、はい、以上です。ありがとうございます。じゃあこのコメント読んでいこうと思います。あ、ミントかパープルめちゃくちゃ悩んでますね。いやどっちも可愛いな、ね、パープルモピちゃん似合いそう。あ、じゃあちょっと後で着てみます、うん、あ、この前にくれいただきました。ありがとうございます。良かったです。めっちゃ買ってくれてる人いっぱいいるね。え、嬉しい、ありがとうございます。もみちゃんのブラックはあゆみさんコラボのホワイトワンピにも合いますか。え、合うと思う。ね、絶対可愛いと思います。ちなみにこれ今私水越美里さんのブラック着てます。おー、いいね、可愛、ね、いです。でもめっちゃ相性いいですね。ね、うん、めっちゃ可愛いです。あ、はらちゃんのサミクロパンツには全部合いそうですね。うんうん、全部合うと思います、うん、全部合うと思います、はい。あ、グリーン、うん、デニムで合わせてもらえませんか。あ、はい、アリちゃん買ってきます、はい、お願いします。あ、じゃあアリちゃんアウターハーフとしてはどんな感じにしますかってコメントいただいてるので、じゃあ帰ってきたら、はい、羽織ってもらおうかな。あ、でも全然これに、うん、今この状態に、うん、これとかかな。あ、確かに良さそう。あ、かわいいね、こんな感じで、うんうんうん、いっちゃうかな。はい、かわいいと思います、ね、かわいいです、うん、あ、パープルの一押しコードお願いします。 OK です。じゃあちょっと後ほど着替えてまいりますね。はい、私パープル先行で購入しましたが、とっても使いやすくておすすめです。今日はあゆみさんニットワンピの上から着てますって。おー、ありがとうございます。でも絶対ね、あゆみさんコラボのニットワンピでもめっちゃ可愛いと思います。すごい着やすいと思う。うん、ね、ベージュかけるパープル可愛いよね、本当に。なんか一見なんかパープルって聞くと使いにくいかと思いきや、結構意外と使いやすいカラーな気がする。てかこの黒のワンピースの上からでも可愛いですしね、うん、ちょっと差し色になって可愛い、うん、ちょっと後で着ていきますね。手のシャギー部分はふわふわかな、ふわふわですね。そんなチクチク感も気にならないし、こんな感じ。あと首元とこの裾もふわふわでシャギーになっています。うん、ツイードカーではチクチクチクしますか。あれあれかな、今日の合わせで持ってきてるアイテム、さっき私着たけどそんな気にならなかった気がする。がちょっと後で他のアイテムと合わせてみようと思いますが、そんな気にならなかった気がします。はい、ナローロングスカートありますか。ナローロングスカート、ナローロングスカート、あー、あれか、これだ、これだ、新色ですね。そう、ブンチャイヒンも新色、あともう一色も新色だけにはなるんですけど持ってきてるので、でもこれとこれでも可愛いね。ね、可愛いですしね、うんうん、グリーン、ブラックにこれでも可愛いと思います。はい、あ、デニムもいいね。そう
そう。あ、かわいい。そう、靴をね、緑にしてきたんですよ。うん、めちゃくちゃかわいい。かわいいよね。うん。はい。ちょっと私も着替えてきます。うん、あえてね、ゆったり系のデニムを合わせてちょっと軽くインしてみました。そのグリースカート再販ありますか？あ、今日新色再販してると思います。今日新色再販です。はい。ありちゃん、アウターアウトじゃどんなのにしますかってさっき答えたやつかな、これ。あ、そうですね、うん、あ、じゃあグリーンもうかけてるんか。ダークグリーン。はい。お前もうなくなってる。あら、早っ。ちょっとまた確認しておきます。でボルドーは、うん、もう一色の新色のボルドーはまだ在庫あるので、うん、よかったら見てみてください。チッチさん、かわいい、ありがとうございます。お、よかったです。モピちゃん、オレンジニット買えましたか？買えました。あれね、今日私が、そうだね、うん、あの私服で黒を着てたレイヤーのニットやね、めっちゃかわいいですよね、うん、買えました、オレンジ。よかったよかった、嬉しい。みんなおすすめですよ、あれは。ね、めっちゃ可愛いから。エリさんも着ててね、めっちゃ可愛かったから。うん、めっちゃ可愛かった。ツイードカーデンの紹介ありますか？ツイードカーデンで、ね、がっつりは紹介はないんですけど、合わせでは、はい、持ってきてるので。はい、また見てみてください。はい、そういえば昨日ショップレタスのライブで紹介してた、あ、あれかな、レイヤードニットかな。うん。ね。アリちゃんのデニムは何ですか？これはね、M2912 です。なんかフル層？フル層。あ、そうね。多分ちょっともう在庫ないかもしれない。かもしれないですね。でもまあ可愛いデニム今いっぱいあるので、また見てみてください。アリちゃん、エクレ当ててほしいです。あ、OK です。エクレ、あ、ちょもうじゃあ弾丸できます。はい、ゆくりです。デニム合わせです。デニムもかわいいね。デニム合わせかわいいですよね。ゆるっとしたデニム合わせて、今着てる服と違った。あれ、今着てる服と先ほどアリちゃんが着ていた黒に白のチェックのスカートを持ってるんですが、グリーンは合わないかな。先ほど大ちゃんが着てた黒に白のチェックのスカート、どれやろ。あ、これかな。あ、うん、にグリーンは合わないかな。あ、ちょっとうるさくなっちゃう気がしますね、コーデ的に。このグリーン、これのミックスのグリーンとあのチェックスカートはちょっとだけコーデうるさくなっちゃう気がするので、ボトムスはできるだけシンプルなものの方が合うかなと思います。うん、はい、です。はい、パープルね、似合うね、やっぱその色。あんまりですか、うん、ちょっとブラックとか白にしようかなと。ブラウンのパンツにしてきました。お、今日はこんな感じです。秋やね。ね、秋ですね。でも本当になんか着やすいパープル、めっちゃ可愛い、うん、ね、うん、超可愛いです。うん、アリちゃんのホワイトならカラーパンツやスカートでも合うかな。じゃあカラーパンツちょっと入ってきます。 ありがとうございます。首元チクチクしない。そうですね、私もアリちゃんも首元は結構柔らかい毛並みになってるので、チクチク感はね全然感じなかったです。はい、うん、です。あ、それ先行販売で買ったやつ、やっぱり可愛い、ありがとうございます。ぜひ着てくださいね、たくさん。で、今からちょうど着れる季節がやっと。そうですね、もう今週とかだいぶ寒く、関東の方結構寒いってニュースでもやってたから。あ、そうなんや。そう、もうなんかアナウンサーもダウン着てた、ぐらい結構冷え込んでるらしいね。皆さん、あの体調だけはねお気をつけくださいね。うん、ね、青色のボールスでありがとうございます。これにキルティングでも可愛いよね。よいしょ。このキルティングね、結構中綿がしっかり詰まってるから結構あったかい気がする。あ、いいですね。こんな感じです。うん。うん、なん今日めっちゃ寒いね。ですよね。関東の方なんか本当に。アナウンサー様は鼻が赤くなってました。あら、うん、アウター引っ張り出しましたもん。いやー、急に寒くなりましたね。週末とかはまだちょっと
で、あったかかったけど、皆さん体調だけお気をつけくださいね、本当に。ワンピースの紹介ありましたか？そうですね、あの水越美里さんコラボのワンピースを1点目にご紹介いたしました。はい、お、カラパンツかわいい、ね、カラパンツ合わせもいけちゃいますので、うん、いけちゃいます。はい、うん、です。あ、もうすぐ子供が生まれるのでそのキルティング使えそうです。めちゃくちゃ使えると思います。あったかいと思います、うん、抱っこひもしてもガバッと羽織れる確かに大きさになっているので、うん、とてもいいと思います、うんうん、はい、思います。よし、じゃあ一旦コメントこちら大丈夫そうかなと思うので、じゃあ私3点目のやつに気合いできます。はい、はい、あ、ピンクもいけるんだね。そうなんですよね、なんかちょっとね難しそうと思うんですけど、ピンクとか合わせても逆に可愛いっていう、うん、可愛いね。なのでめちゃくちゃカラーパンツも結構何でもいけると思います。それこそブラウンとかパープルとかも可愛いと思うので、ね、何でも合わせやすくなってます。今何点目ですか？今3点目かな。そうです、次が3点目かな。あ、違うわ、4点目や。次が4点目ですね。今3点目でもう4点目に移動する感じですね、今から。ね、本当に急に寒くなったから。そうですね、次203、ありがとうございます。そうです、次は4点目になります。ベーシックカラーだから何でも合わせれるね。そうなんですよ、デニムでも可愛いしね。アリちゃんの瓦合わせありがとう、やる、ありがとうございます。よかったです、メグさん、あのぜひぜひ参考にしてください。あ、カラーパンツ大好きだからアリちゃんのこれ参考になります。ゆりさん、よかった、ぜひぜひ。ピンクもね相性いいのでおすすめでございますよ。パンツのウエストどうなってますか？妊娠初期でも履けますか？ウエストは、バックウエストゴムになってます。ここまでが普通で、ここからがバックウエストゴムです。妊娠初期は大丈夫だと思います。んだよ、妊娠初期はね、そこまで出てないと思うんですが、ちょっと苦しいかも。もっとあのウエスト総ゴムの楽なパンツ、レタスいっぱいあるので、他のやつの方がつわりとかあったらね苦しくなっちゃうと思うので、あのナイスフリーで履いていただけるかなと思います。はい、はい、わかりました。かなえばです。かわいい。はい、次の3点。